皆さんありがとうございました。全然やる気ないじゃん。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ヘミエミリです。YouTube 始まりましたが、今日はリビングがちょっと新しくテーブルの方向とか変えたので、その感じをお見せしたいなと思うのと、ちょっと仕事行く前に、今上の階なんですけど、下の階の本当に普通のロッカールームじゃない、全然ロッカールーム、私のベッドルームと、なんか靴箱とかをちょっとお見せできたらいいなと思います。よろしくお願いします。こちらが新たに向きを変えましたね。リビングのご飯食べるところのテーブルの位置で、なんかちょこっと物を置いてみたりしてます。無理、お久しぶりです。皆さんお久しぶりです。元気？大丈夫？眠そうだね、眠そうだね、のびのび。ちょっと待ってね、おむぎちゃん。まずここのちょっとコーナーを作ってみました。トレーはこうやって持つことができるので、ソファーでお茶するときとか、まあちょっとお酒飲みたいなっていうときに、このまま置いてソファーでお茶したり、テレビ見ながらワインを飲んだりできます。この辺も変えましたかね。ちょこちょこ自分の好きなものを置くようにしております。まあこんなお部屋になったんですが、ちょっと一つね、これをお見せできたらなと思うんですけど、この挿してあるやつありますよね、これね。これ皆さん知ってると思うけど、めちゃめちゃいいね。お水が今どのぐらいその植物に入ってるかっていう、これがあるとタイミングがすごいわかる。なんかお水って結構こう上げすぎちゃったり、なんか土が乾いてる状態って言うんだけど、結構難しかったりするじゃないですか、その塩梅というか。それはねすごくわかりやすくて、あれがブルーのとこが白になるので、もうお水あげる時だよっていうことで教えていただけるんですけど、これもすごい元気なかったんだけど、すごい元気いっぱいになってきて、すごくいいなと思って。皆さんきっとご存知だと思うんですけど、私は全然知らなくて感動でした。はい、っていうなんかいるんだかいらないんだかの感想でございましたが、はい、見ておいで、みんなバイバイし、もんちゃん、みんなありがとうって、チューはいいから、チューはいいのに。はい、皆さんありがとうございました。全然やる気ないじゃん。子供の頃からこうやって抱っこをなんかこうトントンしてたんですよ。インスタ見てくださってる方は知ってると思うんですけど、これがなんかもう癖になっちゃって、こうするとこの人寝るっていう、そういうワンコちゃんになってしまいました。この抱き方がね、あんまり良くないというか、長くはやれないんですけど、そんな感じです。はい、ちょっと下に行こうかな。ただいまって言って娘が帰ってきて見てくれるのが嬉しい場所です。全貌見せちゃうとちょっと泥棒さんがめんどくさいので、娘の部屋も若干映すと怒られるので、玄関で、これが靴箱になります。こんな感じで見えるかな。まあ今までずっと履いてきた靴が、汚い靴から綺麗な靴までございます。はい、なんかうちは結構シューズクローゼットはね大きいんだけど、洋服のねクローゼットがちょっと小さい、こういう風に玄関に置いてます。
この絵も大好きな絵で、ここが私の寝室でございます。こんな感じ、大した部屋でもないんですが、混乱ショップさんのベッド、混乱ショップが大好きで、混乱ショップのもの結構置いてます。あそこには好きなバッグをかけて、今日はどれ持ってこうかなみたいな感じで、これがベッドサイドのちょっとアロマとかもチロッと置いてます。で、この引き出しの中はなんと、これがね、娘がね、寝る前にちょこちょこ作ってくれたり、なんかなぜか寝る前にすごい作ったりするんですよね。で、手紙書いてくれたり、それをたまに見て、ね、やついてます。そしてまあ、ちっちゃいんですよ本当に。ここのねクローゼットはとてつもなくちっちゃいんですけど、もう映んないぐらいですね。はい、ギュギュギュッと詰まってて、まあまだ下ろしてない洋服とかもビニールに入ってたりしますが、バッグが置いてあったり、上にもバッグが置いてあったりしてます。クローゼットが狭い家なので、こちらのクローゼットに物を入れたりしてます。ここはニットとかが入ってたりで、こっちはなんかこんなまだ開けてない T シャツとか春物ニットとか、はい、そう、だからうちもこうやってちっちゃいから、ここデニムとか入ってる。リネットさんっていうところにねお願いしてクリーニングに出して、その着れる時期になったら持ってきてもらうっていう感じにしてます。なのですごくそれはそれでいいなと思っております。このねカーペットも可愛い、知り合いの人がねなんかヴィンテージのやつで購入しました。これはサンフランシスコに昔行った時に買った日本人の作家さんの絵ですね。いろんな見方するとちょっとセクシーな女子がいたり、セクシーな唇があったり、結果エロな感じです。これは竹内裕二さんの写真です。なんかこういう絵の額の色で、このブルーの空のものをが欲しかったので、ちょうどいいなと思って。ここでですね、ちょっと私の持っている、バッグの1位から3位、最近よく使っている、ミニバッグの3位までをちょっとご紹介したいなと思います。まず3位、ディン、こちらセリーヌですね。 PB 時代のセリーヌのバッグでございます。もうこれはね、ずいぶん前に買いましたね。でも意外と傷もつかずに綺麗に、ちょっとぺったんこにはなってきたけど、いい感じで残ってます。懐かしい、このセリーヌの時代の、 PB の時代は本当に素敵なバッグがたくさんあって、どんだけ買ったかなという感じがしますが、やっぱりこうやって何年経っても十何年経っても飽きないし、その時の時代がちょっと変わっても寄り添ってくれるようなバッグだなと。そんな知ってるわって話でしょうけど、そんな気持ちを喋、らせていただきました。これがまず3位。しかも私はこのね、この色がたまらなく好きです。買いました、このゴールドにちょっとこうブラウン系のバッグで、なんか最近また持ちたくなって出してきたっていう感じなので、久しぶりの登場でございます。第2位、ドゥルルデン、じゃん、同じような形ですがエルメスのコンスタンスでございます。これの方がセリーヌのバッグよりも小さいです。小さいですけど可愛いですね。まあ財布と携帯、あとリップがいつも入るぐらいかな。もう荷物を持たない時か、まあセカンドバッグとしてなんかエコバッグ持っていくっていうことはありますが、
なんかそんな感じで持ってます。でさっきのはゴールドでしたけど、今回はシルバー金具で、よく聞かれるんですけど、ゴールドのアクセサリーしてる時にシルバーのものをするとか混ぜたりとか、バッグでこういう金具がシルバーとかでもいいんですかねみたいなことを聞かれたりするんですけど、私は全然大丈夫派です。まあ、結構揃えちゃう方だけど、バッグだけシルバーっていうことも全然あります。もう年取ってくるとこういうきちんとしたものをずっと持つっていうね、これも実は母から譲り受けたものでして、なんかそういう感じで代々持っていけたらいいなと思ってます。第1位、てるるってん、これ私のインスタ見てる人はよく最近見るんじゃないかな。ワレクストラっていうバッグ、革のもう老舗なんですけどのバッグでございます。トリックトラックっていうバッグなんですけど、私の友達が実は持ってて、男の子なんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、その子はグレージュみたいな色持ってるんですけど、私はなんかこの汚れるけどこの白を選びました。このバッグの面白さはこう開くんです。こういうバッグなんですね。この斬新な可愛さで、こうやって持っててピッて開けられるのでめちゃくちゃ可愛い。で裏にちょっと私は出しちゃったんですけど、実はここにこう四角い紙が何枚も入ってて挟まってて、これなんか昔の、これ情報間違ってたらすいませんなんですけど、タクシーの運転さんの料金を入れるバッグって、ここに料金を入れてたんですって。それがまあ元になってるバッグだそうで、最近私がまあしている洋服とかにはすごく合うので、白いバッグでちょっとアクセントつけたいなっていう時にこれを使ってます。これもまあ携帯と財布とリップ、まあ、で携帯はねこっちの後ろ開けとけばここに入る感じなので、これも意外と使いやすいし、私は最近すごく可愛いなと思っているワレクストラさんのバッグでございました。まあ最近この3つが多いかなと思ってます。こんな感じで、ご紹介しました。こんなんがいいのか分かりませんが、またこんなんもやっていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。グッドボタンも押してね。今日もありがとう。バイバイ。